どうも、スミレットです。アンリアルライフ実況プレイ続きやっていきますか。寝たんですよ。寝て、セーブ完了して、で、次、このエレベーター乗って、下の階に行って、まあ、ご飯でも食べようかなっていうところからのスタートとなります。早速行きましょう。シェフいるらしいよね、下の階に。でも、そのシェフが、気難しいんやったっけ？何やったっけ？何かやってたよな。話しかけやすいんやったっけ？あと、いいか。とりあえずカフェティラ行くか。めちゃくちゃうるさいんかもしれんしな。まあ、それは見てのお楽しみ。早速やっていきます。外出たいけどな。いないやんけ。誰もいない。めちゃ警戒したのに。支配人の話ではシェフがいるみたいですが、不在のようですね。じゃあ料理勝手に作ろうぜ。変わる。この距離でもいけるんやな。記憶読み取れるんやな。あれ、このテーブルの記憶、何も変わりないですね。ほんまや。何かあってくれたらな、読み取りがいがあるけどな。こんなことはなし。それやったら上行こっか。どっか行くところあんのかな。左側のさ、アパートの出口から出ることってできるんかな。先生については知らねんな。ハルさんはその先生という方を探している。支配人ども、あなたはなぜハルさんの名前を知ってるのですか。もしかしてハルさんの知人ですか。ハル様のことについては分かりかねますが、ハル様のチェックインをされたお客様がいます。チェックインですか。一体誰が。灰色の髪の女性です。その方からハル様の似顔絵を見せていただきました。先生だ。先生はこの宿にいますか。半日ほど当館に滞在なさっていたのですが、昨日チェックアウトされました。ってことはよ、記憶自体はだいたい半日、いや1日ぐらいか、1日前ぐらいの記憶を読み取ってるわけやな。先生はどこに行ったの。申し訳ありませんが、私には分かりかねます。先生は私がここに来ると知っていた。なるほど。クジラの従業員さんは先生に会ってる可能性が高いですね。クジラの従業員さんは先生に会ってる可能性が高い。でも従業員のこっちは行かないでって言ったよな。どうしました。まだぼーっとしていて、さっきまで話していたことを忘れちゃいそうになると。内側側頭部付近の機能が弱まってるせいなので仕方ないですね。読み方合ってんのかな。つまりハルさんは記憶を忘れやすい状態にあります。ハルさんが記憶を失ってるのと同じ理由ですね。でもせっかく聞いたことを忘れちゃうのは嫌だな。なるほど。では195がハルさんの代わりに会話ログを記憶しておきますね。お話ししたことがわかるの。ええ、目を閉じた時に話していた内容を見返すことができる機能を追加しました。高性能ですから、試しに目を閉じてみてください。高性能なんだが、お話ししたこと X。うわー。高性能 AI だ、これは。これは高性能。もう一個ありそうじゃない？私の考えとお話ししたことと、なんやろな、もう一個。記憶読み取ってそれを見返せるとかかな。こっちには行かないで。言われたけど行きたい。行けない。どうしよっか。上はハルさんの部屋、下はあいつがいない、で左側はペンギンやったけど、ペンギン何やったっけ。なんかおったよな。先生のこと知らない。先生誰だ。知らねえよ。でも知らんか。じゃあで、青い本がさ、今は読めないみたい。せめてどんな内容が書いてあるかだけでも知りたいですね。字が読める人がいたら聞いてみようかな。これさ、ワンチャン、管理人とかに行けない？この人が管理人やったっけ？あ、来た。青い本使う。青い本使った。でも人間らしい人間なんてこの人しかいないもんな。支配人さん、この本に何か書いてあるか、なんて書いてあるかわかる？ふむふむ。これは？おかしいですね。見たことない言語で、書かれているようです。第一の呪文ザケルとか書いてない。見たことない言語。申し訳ございません。私も様々な国のお客様をご案内させていただいておりますが、この言語は分かりかねます。ホテルの管理人、支配人ですら分からんの？どんな言語？大丈夫。ありがとう。おや？このスタンプは？これは図書館の本ではないでしょうか？図書館の本。図書館って何でしょう？本を貸し出している施設ですね。どこの図書館かわかる？そこまでは記載されていないようですね。アルさんの手元になぜ図書館の本があるんでしょうか？古本。
お客様。シェフが食材の買い出しから戻ったようです。マジか。彼女なら当館のお客様のことをよく知っているかもしれません。なるほど。シェフにも先生にや本について尋ねるのがいいかもしれませんね。OK! どんどん行こうか。不思議な文字の青い本について考えた。これめちゃくちゃおもろいで、こう見てたら定期的に見ていこう。わからんくなる。でないとな。自分で読み方を思い出すしかない。その可能性あります。カフェテリア行きましょうか。よっしゃ。戻ってきた。あら、そこのあなた、見ない顔ね。姿が見当たりませんが、誰かに見られてる気がする。誰かに見られてる気がするか。じゃあ調べるしかなくない？この部屋、何か増えてる？魚増えたな。魚や。これやんな。ここ調べられそう。調べる。これはマリモですね。まごうことなきまま、マリモか。申し訳ない。魚やと思ってました。なーに？そんなにじろじろ見つめないでちょうだい。マリモは喋りましたよ。あらやだ。喋る信号機さんに言われたくないわね。私はマリーっていうの。このカフェのシェフよ。あなたたちが新しいお客さんね。支配人ちゃんから話は聞いているわ。何か困ったことがあったら聞いてちょうだい。僕困ってます。まあ、先生について先に聞こうか。先生？誰のことかしら。昨日ここを訪れた灰色の髪の女性なのですが。あ、あの子ね。よく覚えているわ。本当に？ええ、あの子はちょっと変な子だったけど、優しい子だったわね。マリモさん、先生がどこに行ったか分かりますか？さあ、分からないわね。でも、行かなければならない場所があるって言ってたわね。行かなければならない場所。ただ、それがどこなのか分からないの。ごめんなさいね。じゃあ、青い本使っていこう。シェフって言うけど何をシェフするんやろな。青い本を使った。あら？その本は？この本を知っているの？ええ。以前似たような本をどこかで見た気がするんだけど、どこで見たのかしら。あ、思い出したわ。その青い本、確か幻想図書館の本よ。幻想図書館。確かあの子、あなたの先生も似たような本を持っていたの。先生も本を？ええ、確かにあの子は幻想図書館の本だって言ってたわね。幻想図書館。幻想図書館はどこにあるんですか？さあ、私にはわからないわね。行かなければならない場所と幻想図書館。何か関係があるんでしょうか？でもそこから持ち出したものってことやんな。貸し出し期間が過ぎてさ、そろそろ延滞料やばいんかな。幻想図書館の行き方、聞いてみようかな。幻想図書館について考えた。幻想図書館についてか。まあ、それを聞く相手はもう、ここにしかいないからな。うい。幻想図書館について。幻想図書館ですか？私には分かりかねます。誰も分からんやん、それやったら。あ、待てよ、駅員がいる。ワンチャン、いや、カラスも見れるんかな。幻想図書館こっから行ける可能性ないかな。でもキラキラ、俺もなんか分かった気がする。あのキラキラしたもの好きなカラスがさ、これ持ってて何かと交換する気のっていう可能性ない？幻想図書館について。幻想図書館？あ、幻想図書館ね。知ってる知ってる。どうだ？連れてってやってもいいぜ。マジ？本当？あ、ただし条件がある。今俺の電車は動かないんだ。なぜか電源が取れなくてな。電車の電源ですか。お前ら幻想図書館に行きたいんだろ？ただ電池が動かない原因を調べてきてくれないか。電車か。電車ね。ここの従業員なら何か動かし方を知ってると思うんだ。ただ俺はこの電車から離れるわけにはいかないんだ。どうして？俺は面倒じゃなかった。俺には責任ってものがあるからな。お仕事への責任感、かっこいいです。じゃあ頼んだぜ。青い本ちょっと読めたりしない？青い本を使った。縁起に字が読めると思うか。そりゃそう、それはそう。そう言われたらこっちも言い返せないですね。カラスに字が読めると思うか。俺は読めると思う。賢いからね。カラスいるやんね。このカラスにさ、呼んでもらおうや。青い方について
それが一番読めたら手っ取り早いよな。お話しするしかないじゃないか。全然ダメ。でもさ、このアパートのさ、上は関係あったやんか。下を見るっていう点で。左側は2つ全く関係ないの気にならん？なんだろうな。よし。電車について。電車が動かない理由ですか？私はそういう専門的なことは分かりかねます。ですが、当館の職人なら知ってるかもしれませんね。職人？当館を建設した職人がいます。設計したか。設計した職人がいます。彼ならなんとかできるでしょう。おそらく。この廊下の奥の作業員用の通路をお進みください。外に出たら業務用エレベーターで上に上がっていただければ職人に会えるでしょう。職人さんに会って電車について聞いてみましょうか。あーね。職人さん、てか、通っていいんやな。もう従業員として認められたってこと？あ、あそこにエレベーターがあります。あれを使って上に行けばいいんですね。まあまあ、待て、待ちたまえよ。まずは左から順番に行こうぜ。いや、結構広いな。まあでもこれだけか。開ける。鍵がかかってるみたい。レバーを下げる。うわ、どうこれ。どう思う？後にする？あ、いた。触る。あ、少し前のロッカールームの様子でしょうか。なんか違うよね。ほら。右側だけ赤くなってる。あれの理由がわからん。これもしかしたら、エレベーター動かないんじゃない？あ、ロックされています。安全レバーを操作してロックを解除してください。おーし。やっぱりそうだ。ここや。ここを下げると。これでいけるんじゃないか？エレベーター動けるんじゃないか？下だけいける？もしかして。上にはいけない？おーい。下だけなんや。ちっこ。ちっこ。待て。一人分もなかったよな。人半分分ぐらいの距離しか移動してないし。しかも何もないし。あ、来た！触る！このモップ、もともとロッカールームにあったみたいですね。あ、下に持ってきたんか。真ん中だけが、下に下がってるな。あれ？スイッチが一つ多い気がする。確かに左のやつ多いな。なぜ？わからん。とりあえず下げてみよっか。ねえ。195？ どうしました？今までで触ったものの記憶って見返せないかな？お話ししたみたいに。うわぁ、やっぱりだ。俺の思った通りだった。できると思います。え、本当？ええ。アルサの脳が記憶を読み取るのに慣れてきた今ならできると思います。試してみます？ほら、来た！触ったものモップ。何かの装置。マジ便利。マジで便利！くぼみに何かが入っていたんだね。そういうのが読み取れるようになりましたよ、と。優秀。これ上に上げます。んで、上げます。ほら、これ。有する。つけるでしょ。何が落ちたのな。外の方で何か音がしましたね。行ってみましょうか。これは開かないと。開かない。モップが入ってた場所がここやもんな。ってことは、従業員さんが上にいると。うえぇ。謎解き不安やったけど、いけるな。いけるぞ、いけるぞ。過去と未来もそんなに情報があるわけじゃないからさ。結構やりやすいよね。下はあんなに短かったのに。上は多いの。誰？あなたが職人さん？そう。僕は、シュタイン。この電波は？信号機の195と申します。無線信号機、人体通信。人間の周辺にできる電界を媒体して、周辺の生物とも通信可能。そっか。そうですね。両腕の角度をゼロとして、ダイポールアンテナに見立てています。送信アンテナはアイソロピックアンテナとして。
をダイポールアンテナと見立てて水平変波を使うには、ところで何のよ。クジラに置いてある電車が動かなくて困っているの。電車を動かす電池があるこの辺に。まあ待ちなって言われるよな。おえー、まさかタダでくれると。シュタインさんごめん、なくしちゃった。ハルさん、我々も記憶を読み取って電池を探してみるのはいいかもしれません。そうだね。よし、見ていきますか。んならお話しする、これかな、触る、あ、あるやん。電池は机の上に置いてあったのですね。なくなってるね。どこにあった、どこにあったんや。上は上がれないよね。ってことは、でもここには作業員が一人しかいないから、あ、伝わる。そんな遠くには行ってないと思うねんけどな。あれ、暗くてよく見えませんね。このテレビは何か覚えてそうな気がするんだけど。いや、持ってるぞ。ネズミ持っとるて。あ、テレビをつけるって出てるやん。これちゃう？来た！触る。ついた。シュタインさんが持ってるのは電池でしょうか？あれ？マリーさんもいるね。ほんまや。マリーいるやん。どうやってここまで来たのな。シュタインさん、電池をマリーさんに渡した？そうだった。マリモさんに電池について聞いてみましょうか。おっしゃー。待って。ようやく出てきたな。ん？これ、見て。何ですかこれ。ドア。似ているのをどこかで見た気がする。このドア、いろんな場所に落ちてるんだ。調査したらこれは転送ドアだった。転送ドア。なんだか便利そうですね。一度起動させたドア同士なら自由に行き来できるようになるよ。ドアに触れて起動してみて。君の部屋にもう一つのドアを置いたよ。私の部屋に？君の部屋から一度登録したドアに飛べるようになるから。使ってみて。便利。うん。ありがとう。それでいいのか。勝手に部屋入られてるけど、鍵とかつけてないの。ハルさん、早速このドアに。はい。しょ。これは。あれ。が。これはまずいんじゃないのか。治りましたね。デリンジャー現象でしょうか。いや、UHF 帯だから違うと思う。本来届くはずのごく超短波が空間に吸収されてしまう。ん？つまり195と通信するための電波が数分間途絶えてしまうようですね。とりあえず異常性、フェージングって呼んでる。原因はよくわかってないんだ。最近多いから。気をつけて。さて、ハルさん、心の準備ができたら試しにドアに入っちゃいましょうか。こんな便利機能やのにな。でもやっぱり195とさ、通信が取れないってなったら、不安度高いよね。本当に戻ってきた。しかし、どういう原理なのでしょう。まず人体データの量子化をし、めっちゃ怖くない？一回量子化するってこと？じゃあもう、再構築、量子化して再構築するんやったらさ、俺は春じゃなくなってしまうやん。マリーさんのところへ行かなきゃ。そういうことは気に留めなーい。次に行きます。マリーさん、マリーゴールドを決め、電池。マリーさん、シュタインさんから電池を渡されなかった？電池って赤くて黄色いラインの入った筒状のものなのですが。ああ、これね。インテリアになるかなって思ったんだけど、結局使わなかったわね。はい、どうぞ。あざす。大きな電池を手に入れた。だから人間同士のさ、会話じゃないからさ、はい、どうぞ、みたいな感じでくれるからさ、すげえテンポよく進むよな。なんか普通のさ、生物同士やったらさ、わかる？これやってよ、お使いしてよとかさ、そういうのあるそうやけどさ、なんか淡々としてるような。重い。あ、ちょっと待って。何？はるちゃん、お腹空いてるんじゃないの？簡単な料理ならすぐ出せるから、食べていきなさい。でも、先生を探さないと。
なーに、あの子は優しい子だから、きっとどこかであなたを待っているはずよ。ハルさん、ここに来るまでまだ何も食べてませんでしたし、一食いただいてはどうでしょうか。その、195も料理というものを見てみたいです。買い食いとかあんまりない世界なんかな。もちろんよ。そこに座って待ってて。どうやって作ってんの？料理過程見せて。マリーさん？そんな、ジャーとかいう音鳴りながらさ、途中でチーンみたいになったらさ、ちょっと冷めるよな。おう、これが、ちょ、四角いパスタとか出てきたらさ、なあ、四角い感じのパスタが出てきたら、いただきます。結構萎えるけどな。そんなことなかったな。ちゃんとしたもん出てきた。ハルさん、信号機の195は食料を摂取する喜びというものがいまいちよくわかりません。やはり食事というのが。ハルさん？あらあら。泣いてる。なんでそんな泣いてるの？ゆっくりお食べ。ごちそうさまでした。美味しかった？うん、とっても。あなたたち、これから旅に出るんでしょ？気をつけてね。旅？いろんな場所を巡って、いろんなものやいろんなことを見つけていくことよ。旅！いい響きですね！旅！旅。だから焦らず探すのよ。またお腹が空いたらいつでもいらっしゃい。うん。なに、母親の味とか思い出した感じ？勘弁しな、そういう重い感じなの。私とご飯について考えた。よし、行きますか。幻想図書館。あれ？あ、違うわ。これや。ここに、電池をぶち込んだらいいんじゃない？ん？あれか？ R で、うわ、電池入れてたんや。取り出す。で、これを A で、大きな電池を使うことによって、大きな電池を使った。動くんじゃない？階層から。おお、電気ついた。助かったぜ。久しぶりなんかな。幻想図書館に行くんだろ。ならさっさと行こうぜ。うい。ハルさん、やりましたね。早速向かいましょうか。行こっか。まさかこんなところで電車に乗ることになるとはな。おほー、電車かっこいいですね、ハルさん。ハルさん？また何か思い出した？電車？え、もうすぐ電車来るよ。ごめんなさい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 。おい、ハル！どうした？早く乗れよ。あ、もしかして俺の運転が怖いのか？安心しろよ。俺は超安全運転だからな。うん。大丈夫。行こう。この前は、突き落としてたよな。ビルの一番上から。あれ多分春やんな。今回はごめんなさい。あ、電池一本でちゃんと走るやんけ。ええな。省エネやね、この電車。お、アンリアルライフっぽくなってきたんじゃない？ハルさん、見えますか？あの向こうに立っているの、すべて建物ですよ。信号機。やけにテンションが高いな。はい。195は許可された人にしかアクセスできませんし、信号機は歩きませんから。うお、ファインディングにもや。下のやつ何やろ？生物っぽくなくない？だいぶカラーもずれてる。着いたぜ。すごい混雑だな。ハルさん、たくさん浮いていますよ。海の中これ。俺が駅から離れていたとはいえ、やけに騒がしいな。ん？おいおいおい、これはまずいぞ。あいつホームから落ちちまってる。怪我してるみたいだ。このままじゃあいつ電車にひかれちまう。そんな、直接引き上げられないでしょうか。ここの魚は見た目以上に重いんだ。そうなるとホームの端のスイッチを押して直接緊急停止信号を送る必要があるが、ホームの端のスイッチね。くそ、乗客が多すぎて通れそうにないな。あ、信号機。お前今から来る電車に緊急停止信号を送れないか？
残念ながら一度緊急停止信号を聞かないと覚えられませんね。そうか。春、信号機、一つ頼みがある。俺の方は駅内放送で魚たちを誘導して流れを作る。その間にお前らにはこのホームの端にある緊急停止スイッチを押してほしい。柱についてるやつだ。 OK、 それを押せば電車を止められるんですね。わかりました。春さん急ぎましょう。すまないが頼むぜ。何を落ちたの？魚か。うわ、渋谷事変。ちなみにうちの駅員は俺以外は言葉を話せないから、うちの駅員にはあまり期待するんだよ。カセリさんのおかげで魚たちが電車の中に入ったみたいですね。運転は見合わせていますが、ぎゅうぎゅう詰めだね。カセリさんの指示だとこのまますぐ行けば緊急停止スイッチがあるみたいですね。行くか。あ、ほんまや、よくよく見てみたら普通の魚やな。魚やったんや。なんか化け物やと思ってた。お魚さん、ホームから落ちちゃったんだね。電車が来てしまう前に急いで手を打ちましょう。うい。おいおいおい、お魚さんたちがドアの間を移動してる。お魚さんくらいの体重だと押し戻されてしまいそうです。ぶつからないように進もう。OK。ゆっくりな。うい。何か飲める？この大きな装置は何ですか？自動販売機だね。夢のある装置ですが、今はそれどころじゃなそうですね。確かに。ハルさん、見てください。魚さんがこっちに向かってきます。これでは通れませんね。あれ？お魚さんたちは駅員さんを避けているね。なるほど。いいな。駅員さんが避けてくれる世界。ここは一回我慢じゃない？よし。そろそろ緊急停止のやつ来るんじゃない？階段を上がる？上がる必要ないよな。緊急停止がここにあるんじゃない？これじゃない？ボタン押す。これがカスリさんの言ってた緊急停止スイッチですね。急いで押してみましょう。うん。これで電車に緊急停止無線が届きます。あ、おか。で、声が。ハルさん、聞こえ、195のと声が遠い。ああ、よかった。聞こえましたね。なんだか通信が不安定ですね。おい、春、信号機、聞こえてるか？俺は今、駅内放送で喋ってる。まずいことになった。他の電車から通信が全然返ってこないんだ。そんな、突発的な通信障害。まさか、異常性フェーシング。だからよく聞いてくれ。もう一つの方法が残っている。2階。つまり今いる、一つ上のフロアに網がついたクレーンがあるんだ。あれは転落した魚を直接救うことができる装置だ。もうしばらく使われてないから動くかわからないが、こんなことを任せてすまない。他に方法はない。そいつを起動してくれ。ハルさん、急いで上のフロアのクレーンを起動させましょう。それしかないのか。字が読めないけど、多分時刻表かな。びっちり字のようなものが並んでる。かなり頻繁に電車が来るんだと思う。やっぱ千葉なのではここ。千葉やろ、海やってな。この子が来たのは海がない県から来たわけやからな。こんな発展してんのかな。いや、調べるしかないな。この先には行ける。左から順番に行こうぜって思ったらこれじゃない？違うのか。おや、この機械、以前は誰かが乗っていたみたいですね。このペンギンさんなら動かし方を知ってるかも。こやつが必要ってことか。これね。これで救えってことね。でも俺は機械の動かし方を知らんな。うわっ、ぶねえ。あぶねえ。天才的避け方。よし。駅員さんには、当たらないもんね。これは？こやつは違うのか？違う。どこや？こっち行けないんか。行けなさそうやね。ってことは上か？どんどん階段登っていくしかない？あの赤いやつやんな。お前か。出る。あー、ダメだ。変わる。いる。あれ、カスリさんだ。
左下に何か映ってますが、落とし物でしょうか。何かある、調べる。何か落ちてる。金コインを入れてる。いらねえ。ペンギンの絵が描かれています。このコインの模様をどこかで見たような。何か必要あんのこれ。お魚さん用のトイレかな。私には届かないな。ペンギンコインを中に入れたとか言われたらさ、まあ、持っといてもいいんじゃない。乗り越し生産は関係ないな。このコインをどうするんですか。これがあればあれが買えるはず。まさかここに来て自動販売機。あれが買えるはずって自動販売機しかなくね。自販機買ってどうすんの。音声が再生されているようです。この音声ファイルのサンプリング周波数は音声付きの広告なんだね。ちょっとびっくりした。落ちか、あーこういうことね。ペンギンの人気の、ちょっと待って、こういうのもちゃんと見なあかんわ。どんなペンギンもハマるテイスト。お仕事中に魚を食べてしまうこともなくなるぞ。お近くの自動販売機で手に入れろ。ペンギンコイン1枚をお忘れなく。ペンギンに人気もの食べ物ね。これはね、行くか。ただやね、あいつがどこにいるかわからんねんな。その機械を動かせる人がどこにいるのかわからんからさ、話そっからちゃう。とりあえず自販機行こっか。自販機から、よし、自販機からペンギンコインを使う。ペンギンコインを使った。エビの瓶を手に入れた。あ、てか、あ、ペンギンさん、エビに目がないんですね。このエビを使えばペンギンたちを誘導できるかな。はーね、いった。あ、お前か。お前を使えってことね。これ、こっち来い。よし、誘導完了。ハムスターに餌あげてるみたい。使って。お願い。これどうしたらいいの？こいつじゃないの？こいつやんな多分。お前じゃないのか。待て、わからん。こいつじゃないの。え、おい、まさかこいつじゃない可能性出てきてない。せやろ、どう考えても見た目こいつやん。あ、やばいやばい、危ねえ、危なあ。マジでこいつじゃない可能性あります。あ、来い、来い。怖っ。こっちか。確かにこっち行けなかったもんね、さっき。いたー、お前ちゃう？居眠りしてる。今度は頭に落とす看板もないですからね。けれ、もう。これやな。調べる。お魚さん用のエレベーターかな。私には届かないな。ダメか。起きろ。起きない。来た。これや。あ、喧嘩してる。赤いペンギンさん怒ってる。これだけ眠りしてれば怒りますよね。起こす方も大変そう。赤いペンギンと合わせたらいいんじゃない？掛け合わせたら。いてえ。なんで今のタイミングだ。ざけんなし。赤いペンギンとこいつをくっつけたらいいんじゃない？おい、おい、来い。怖っ。よし。そういうことね。あかん。二人で食い始めた。じゃあ、二人で食い始めた。だね。こっち来い。
うえ。おい、そろそろ来るぞ、そろそろ来るぞ。よし、こいつらを掛け合わせたら多分何かが起こる気がする。そんな日が、おい、来たー。怒ってます。まだ眠ってます。メガネのペンギンが起きた。それにしてもすごい剣幕ですね。そいつは無視するんや。ここ出てくるからな、魚。よし、ようやく、ようやく先に進めるぜ。お前ら両方来るんか、もしかして。でも早いわ、寝起きやというのに。寝起きとは思えない速さ。頑張ってくれ。危な、危な、危ない。まず一個置いて、ここで一回我慢、我慢します。我慢できた。オッケー、我慢できた。で、あとはエビをいい感じに置いといたら誘導できるんじゃない。ようやく来たな、ここまで。長え旅だぜ、まったくよ。お願いします、メガネのペンギンさん。まずい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 、ついに電車が来ちまった。あれ、信号機、頼むぞ。ぶのーい。間に合ったの？はる先生、なんで急にこんな怖くなるの？おい、大丈夫か、ハル？二度もお前らに助けられちまったな。本当にありがとう。この乗客もハルに感謝してると思うぜ。よかったのか。さて、これからどうするんだ？じゃあ、幻想図書館に行こう？そうですね。駅内の混雑も収まってきたようですし。すまん！幻想図書館への行き方は知らないんだ。え？どういうことですか？幻想図書館は地図に載ってないんだ。実は名前しか聞いたことがないんだ。騙してすまない。俺はこの駅に戻ってくるために嘘をついてたんだ。冷めるー。だいぶ冷めるー。あのタバコマジぶち消してやりてー。全く知らないわけじゃないんだ。ベルという知り合いがいてな。そいつが知ってるって言ってた覚えがある。ベル？ベルはこの辺に詳しい犬なんだ。多分地下になると思う。カセリさんは一緒に来ないの？それもできないんだ。今回の件で俺は、には仕事がまだ。俺は仕事を休んで、お前たちと旅をするほどお人よしじゃない。まあでも、お仕事なら仕方がな。嘘つき。先生の、嘘つき。めちゃ驚いてる。怖っ。あ、いや、これは、なんでもないの。あの、私、怒ってないの。ハル、今回の件は本当にすまなかった。今度きちんと埋め合わせさせてくれ。俺はもう嘘はつきたくない。約束する。本当？わかった。約束。ちょっと怖い。正直に言うと、俺はここの駅長なんだ。そうだったの？ここの駅員たちはこんな感じだから、俺は離れるわけにはいかないんだ。ごめんな。そっか。じゃあ仕方ないね。じゃあまたな。幻想図書館、見つかるといいな。うん、またね。次回、ベルという犬を探し、幻想図書館に向かっていけたらなと思います。次回に続きます。